昨日から再開したツイキャスライブ、今日も適当に知ってる歌をやろうかな。相変わらずなんだけどさ、みんなはどうか知らないんだけど、俺の場合このツイキャスをライブ始めるボタンを押すときかなり、ね、ビビるんだよな。なんでだろう。なんか公開するのが本番直前のなんかね、たかが素人の独り言みたいな、誰が聞くとも知らないようなことを本番オンエアみたいなね、緊張するんだよって言いながらやりだすと、笑ったり噛んだりなんかぐちゃぐちゃで、まあかなりなんか適当でラフなことやってて、緊張のかけらもないんだけど、昨日結構喋りすぎちゃったなと思って、まあたまには弾き語り雑談って言ってるくらいだから、たまには雑談をいっぱい入れてもいいだろうね。あんたって無料だから無料っていいよなと思って、無料で思い出したけどさ、あのヤフーとかいろんなその記事面を、ウェブページを開くと広告が端っこの方に載ってるじゃん。で俺のこの数週間いろんなページ見るたびに、特にヤフーとか見るたびにね、なんか白髪の老人がサムネイル写真が載ってるんだよ。で見出しとかその広告の内容は読もうという気もないんだけど、なんかね、ヤフーとかそういう記事を見ようかな、ニュースを見ようかなって見るたびにその老人の写真がバーンと出てて、これあれ俺の年齢かなんかがそういうアメブロとかところに登録するときに実年齢1951年生まれみたいなの入れちゃってるので、この年齢の人がっていうんで、まあビッグデータが向こうにあるんだろうね。だからその年代の人はこういう感じの老人であろうっていう写真として載せてて、であなたの健康のためにみたいな広告が多分載ってるんじゃないかなと、まあ読んでないから分かんないけど、そういう広告、老人向けのいろいろのために載せてるんじゃないかと推測するんだけど、俺はこんなじじいじゃねえんだけどなって写真見るたびに思うんだけどさ、まあ世間いっぱいの一般の年齢の1951年生まれ、あと1年弱で、70になろうという人間はこういうくらいの、容姿であろう、年齢で、風貌であろうという感じの、でもその写真見るたびに俺をこんなにじじい様ではないと思うんで、どうも抵抗感じちゃうんだけど、広告を載せない方法とか、まあ、あるらしいんだけど、まあいいや喋りすぎるので、フランシーヌの場合、フランシーヌの場合はあまりにもおバカさん、フランシーヌの場合はあまりにも寂しい、3月30日の日曜日、パリの朝に燃えた命一つ、フランシーヌ。ちょっと間違えた。本当のことを言ったらお利口になれない、本当のことを言ったらあまりにも悲しい、3月30日の日曜日、パリの朝に燃えた命一つ、フランシーヌ。一人ぼっちの世界に残された言葉が、
一人ぼっちの世界にいつまでもささやく3月30日の日曜日パリの朝に燃えた命一つフランシーヌ フランシーヌの場合は私にもわかるわフランシーヌの場合はあまりにも寂しい3月30日の日曜日パリの朝に燃えた命一つフランシーヌなんだっけ、梅祭りというフォークグループの北山杉。市場通りをゆっくりと君の思い出残したとこ、黒いダッフルコート着て背中丸めて歩いてます。あの頃二人は清水の長い石段登って降りて青春色の京都の街をじっとじっと見つめていました冷たい雨が雪になり君の足跡が隠れて消えて涙混じりの雪払い北山杉を思い出しますあの頃二人は大角の白い石仏触れたり見たり青春色の京都の街を静かに静かに歩いていましたあの頃二人は清水の長い石段登って降りて青春色の京都の街を静かに静かに歩いていました結構適当に噛んでコードを押さえちゃったけどうん中村雅俊のいつか街で会ったなら何気ない毎日がまた今日も低音域がちょっとかすれちゃって音が出ない何気ない毎日が風のように過ぎてゆくこの街で君と出会い
この街で君と過ごす、この街で君と別れたことも僕はきっと忘れるだろう。それでもいつかどこかの街で会ったなら肩をたたいて微笑んでおくれ。さりげない優しさが僕の胸を締め付けた。この街で僕を愛し、この街で僕を憎み、この街で夢を壊したことも君はきっと忘れるだろう。それでもいつかどこかの街で会ったなら肩をたたいて微笑み合おう。それでもいつかどこかの街で会ったなら肩をたたいて微笑み合おう。あ、どうも、おはよう、おはよう、こんにちは、ありがとうございます。これいいよね、前世紀の拓郎の作るメロディーは、このそれでもいつかっていうと、このこのなんていうか、歌い上げる感じ、中村雅俊の歌のうまさがあればこそ、声のうまさがあればこそ生きる曲だと思うんだけど、中村雅俊もさ、あの小倉慶に作ってもらったりとか、吉田拓郎に作ってもらったりとか、桑田佳祐に作ってもらった、結構素晴らしいいろんなミュージシャンに曲を提供されてるよね。やっぱり中村が歌がうまいからだろうな、全部歌いこなしちゃうもんね。あ、どうもありがとうございます、よろしくお願いします。なんていうか適当なコードで探り探りうろ覚えで弾いてる曲が圧倒的に多いので、途中であの笑っちゃったり噛んだりぐちゃぐちゃなんだけど、まあお気楽に聞いてください。森田道司の僕たちの失敗。あれこれ、なんか前奏とか間奏メロディーどんなんだったっけな。1963年のお生まれ、っていうと、俺より12個一回りっていうことは50そこまで詳しく検証する必要もないけど、57歳、正解。春の木漏れ日の中で君の優しさに埋もれていた僕は弱虫だったんだよね。君と話し疲れていつか黙り込んだ。ストーブ代わりの電熱器赤く燃えていた。地下のジャズ喫茶、変われない僕たちがいた。悪い夢のように
時がなぜてゆく。僕が一人になった部屋に君の好きなチャリファーカー見つけたよ。僕を忘れたかな。ダメになった僕を見て君もびっくりしただろう。あの子はまだ元気かい。昔の話だね。春の木漏れ日の中で君の優しさに埋もれていた僕は弱虫だ。だな森田童子いいな。あのアフロヘアに黒メガネ出しているのは、メガネの下の顔下半分なのに、もうなんかすっごい美女だなっていう感じが、あの出てる部分だけからも推測できるよね。要するになんかアフロで、髪もじゃーっとしててサングラスでって、まあ、どっちかといったら悪っぽい感じで女感っていうのを出さないようにしてるのかな。なんか中性的な、でもそこからこう漏れてしまう美少女美人という、もうなんていうかな、隠しても隠しきれない美しさがこうほんのちょっと見えてる部分から想像できちゃうね。まあ、メガネ取ったら想像とは違うかもしれないんだけど、そして声がもう抜群に可愛いよ。あれはちょっと例えば戦略を違えればアイドル歌手であの人は売れたぐらいに可愛い声、飛び抜けて可愛い声なんだけど、でも本人がつまりアイドル歌謡じゃなくって自分の世界観っていうのがあって、で歌詞の内容は全部僕は僕はっていう一人称が圧倒的に多くて、その女をあんまり売りにしない歌を、声が可愛い、顔が可愛いのにその可愛いさを前面に出さずに、なんかね、中間的な、なんていうのかな、なんていうんだろう今のね、あのまあいいや創作感の方に出したい、ね、歌いたい世界が違ったのねそこら辺のこと言い出すとまだ長くなっちゃうんで、ありがとうございます。たまにしかこの、画面を見ないで目の前のちょっとあの、なんていうか、視野の向こうにある別の古い iPad に歌詞を広げてそこの方を見て歌ってる、あとは部屋の空中を見ながら歌ってるので、あんまりこの画面を見てないので、あの書いてくれたコメントを気がつくのが遅かったり結構失礼しちゃってるんですけど、まあそこら辺多めに見てください。あとでまあ、閉じた後に、あ、こんなこと書いてくれてたんだなって気がつくことも多いんだけど、無視しようとして無視してるわけではないというところを、まあお許しください。加藤和彦のシンガプーラ。暑い風かき回す羽広げる扇風機、西東血が混じるあの子の目に見せられたシンガプーラ、シンガプーラ。
ラ、シンガポーラ、今日が沈む黄色い太陽が人生を忘れそう、このアジアの片隅で懐かしいロックンロールがかすれた音ラジオから、西東ぶつかって今奏でるハーモニー、シンガプーラ、シンガプーラ、シンガプーラ、夜をかき消すように青い月の光、人生を忘れそう、このアジアの片隅で、その昔華やかに出てゆく船、入る船、西東インド会社、その歴史を秘めながら、シンガプーラ、シンガプーラ、シンガプーラ、花は咲き乱れ、甘いその香り、人生を忘れそう、このアジアの片隅で、人生を忘れそう、このアジアの片隅で。いい歌だなこれもどの歌もいい歌なんだよね。でも俺ボキャブラリーが本当貧困だな。歌い終わった後、ああいい曲だなって毎回言ってるんだけど、そうとしか言いようがないよ。木枯らし紋次郎の主題曲、上條常彦の誰かが風の中で、どこかで誰かがきっと待っていてくれる、雲は焼け道は乾き、日はいつまでも沈まない、心は昔死んだ、微笑みには会ったこともない、昨日なんか知らない、今日は旅を一人、けれどもどこかでお前は待っていてくれる、どこかで誰かがきっと待っていてくれる、血は流れ川は裂ける、
痛みは生きている印だ。いくつ峠を越えた、どこにもふるさとはない、泣くやつは誰だ。この上何が欲しい、けれどもどこかでお前は待って、これでわかんない、お前は待っていてくれる、きっとお前は風の中で待っている。結局盛り上げのサビの部分でコード忘れて笑いが出てしまう、情けない木枯らし文次郎なんて。何を歌うかな。吉田拓郎のリンゴ。二つに切る、僕の方が少し大きく切ってやる、そして二人で仲良くかじる。こんなことはなかった、少し前までは薄汚れた喫茶店のバネの壊れた椅子で長い話に相づち打って、そしていつも右と左に分かれて、このリンゴは昨日二人で買ったもの、僕の方がお金を出して、お釣りは君がもらって、お釣りは君がもらって、こんなことはなかった、少し前まではコーヒーカップはいつだって二つ運ばれてきて、向こうとこちらにウェイトレスはさりげなくカップを分けて、二つ目のリンゴの顔を君が抜く、僕の方がうまく向く、ここでいつも僕の方がうまく向けるのってなかなか言えないね。僕の方がうまく向けるのを君はよく知ってるけど、リンゴを強くかじる、甘い汁が唇を濡らす、左の頬を君はふくんと膨らませて、欲張って頬張るとほらほら離せなくなっちまうだろう。すげえリンゴだ。あ、もう28分か。ついね、時間も忘れちゃうんだよね。じゃあここで一旦トイレ休憩で、また5分後あたりかな、5分か10分したらまた再開しようと思います。では。